みんな劇場版稲妻イレブン5究極の絆グリフォンを見てくれたかな。今回は特別に初日舞台挨拶の様子をみんなに見せちゃうぞ。俺は松風天馬、今日は劇場版稲妻イレブン5究極の絆グリフォン公開初日舞台挨拶へお越しいただきありがとうございます。ゴッドエデンでの俺たちの戦いどうでしたか？かっこよかった。かっこよかった、ありがとう。チームゼロが本当に強くて大変な試合でした。おーい天馬。なんと遠藤監督も応援に駆けつけてくれたぞ。天馬、チームゼロとの戦いは本当に激しい試合だったな。はい、でもみんなで特訓したおかげでいい試合ができました。それに遠藤監督をはじめあの伝説の方々と一緒に戦えて俺ってなんで監督は中学生のままなんですか？ん、今さらそこを突っ込むか。おお、いやー、天馬たちとまたサッカーやりたくて今日もこの姿で来ちゃったよ。そうだったんですね。俺たちとお前たち、そしてこの客席にいるみんなも同じ気持ちを持ってくれたはずだ。うん、来門中の本当のサッカーを取り戻す戦い、きっとそれを一緒に戦ってくれるみんな、そうだろ？聞こえないな。そうかな。ありがとう。俺たちと一緒にサッカーやろうぜ。おっと、ここで直接つなぎで登場したのはおなじみの豪華声優陣と宮尾監督。まずは松風天満役の寺崎由香さん。劇場は稲妻イレブン5究極の絆グリフォン、いよいよ本日公開いたしました。皆さん楽しかったですか？ありがとう。続いては新藤拓人役の西賀美月さん。先ほどからちょっとこうふって横を見ると天馬くんがちょろちょろ動いてるのがもうやたらね可愛いですよね。続いて剣恭介役の大原隆さん。お前らこんにちは。最後は遠藤守役の竹内純子さん。来門中サッカー部元監督遠藤守役の竹内純子です。皆さんご承知の通り元監督なんですけども、今日は子供の遠藤くんが出てきてどういうことやねんと皆さん思うかもしれませんが、実はこれが遠藤くんが出す決心なんですよ。ここで皆さんに映画の感想を聞いてみると、もうテレビシリーズ、テレビでも決心のシーンってすごく迫力があるんですけども、やっぱりこの大きなスクリーンになるとさらに迫力が増して、さらに 3D ということで決心もこう飛び出してきたりして、本当にかっこいいシーンに仕上がっていたのですごく嬉しかったです。我々ライモンイレブンがですね、そして10年前のライモンの方々と一緒に、絆を持って戦うという、素晴らしい展開だったなというふうに思いまして、本当に何だろう、最後なんだかわかんないけど感動するみたいな感じね。何なんでしょうね。感動ってわからないものね。そうなん、何かってね。何でしょう。剣が自分の気持ちをちょっと吐露するというかね、白龍に話すところがあったじゃないですか。ありましたよね。ありましたよね。ああいう風にその自分の気持ちをすごい楽しかったぜとか、だからこそ今の俺があるんだっていう風な自分の気持ちをちゃんとね、自分の言葉で相手に剣が伝えることって今まであんまりなかったから、すごくそういう部分で新鮮でした。ずっと大人になってから試合とかは遠藤くん出れなかったので、ほら決心がやっと出れたので、はい、今回それが楽しかったのと、ここはせっかくなので元監督なんですけどね、もう一回監督に返り咲きたいわけですよ遠藤くんは。そこで天馬くんはね、はい、遠藤くんのこと好きだっていうのはよくわかる。はい、よくわかるわ、はい、正直言うと遠藤わかんないんだ、剣と新藤どう思ってくれてんのか。いやいや、ここで言ってる、言ってるじゃん。もうお客様の前で剣と新藤の声で遠藤監督のことどう思ってるか言ってくれないかな。おっと、ここで突然の展開。果たして二人はどう思っているのか。俺は遠藤監督のことが大好きです。よかった、なんか監督に戻れる気がする。で、剣はどう思ってんだ。監督、物質壊して申し訳終わり。
じゃないんだ。大好きです。よかった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 。ここで宮尾監督からもみんなにメッセージが。もっともっと日本が元気に、皆さんの心が明るくなる映画にしなければいけないな、新しい一歩を踏み出せる、そんな、きっかけになる映画になって、まあ映画になればいいなと思って作りました。以上、劇場版稲妻イレブン GO 究極の絆グリフォン初日舞台挨拶の様子をお伝えしました。